四国警察支局は警察庁の地方機関である警察支局の一つである中国四国管区警察局の所掌事務を文章する警察庁の地方機関として位置づけられている警察支局の一つである警察支局は管区警察局の所掌事務を文章するものとされており四国警察支局の場合は中国四国管区警察局の所掌事務を文章している これは、中国四国管区警察局の管轄する地域が、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県と9県に及ぶ広大な領域であるため、そのうち徳島県、香川県、愛媛県、高知県の4県を四国警察支局に管轄させるためである。管轄地域において、広域犯罪、 大規模災害、国の公安に関わる事案に対応するとともに、徳島県警察、香川県警察、愛媛県警察、高知県警察に対する指導、調整、教育訓練、観察、情報通信ネットワークの維持管理などを担っている。具体的には、広報、情報公開、福利厚生、警察教養、観察、表彰、会計、犯罪、事故、 組織犯罪対策、高速道路上の交通警察、災害対策に対する業務を所管する。庁は、支局長であり、警視庁が挙げられる。情報通信部は、サイバー犯罪捜査の技術支援、通信関係業務を所管する。かつて、四国警察、支局警察学校が設置され、徳島県警察、香川県警察、愛媛県警察、高知県警察の警部補、 巡査部長などに対する教育及び訓練を所管した。従来、警察庁の地方機関である、管区警察局としては、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県の5県を管轄する、中国管区警察局と、徳島県、香川県、愛媛県、高知県の4県を管轄する、四国管区警察局が存在した。しかし、 2019年4月1日に改正警察法が施行され、中国管区警察局と四国管区警察局は統合され、中国四国管区警察局が発足した。この中国四国管区警察局の出先機関として、同年4月1日、新たに四国警察支局が設置された。四県警は、警察支局の下部組織ではない、四国警察支局警察学校は、 令和元年度末をもって廃止香川県高松市、サンポート3番33号高松、サンポート合同庁舎9回。ありがとうございます。